い、今回は2023年から始めるワードプレスですね。今回やる内容はこちらです。ワードプレスは2種類あるので気をつけろっていう内容をね、やっていきたいなというふうに思います。まあ、できるだけね、簡単に説明していきたいと思うんですけども、実はワードプレスって1つじゃなくて2種類あるんですよ。で、たまにですね、この間違って使っている方がいるので、それのね、ちょっと注意点というか、何が違うのかっていうところもね、やっていきたいなと思います。で、1番ね、.org っていうものと .com っていうね、2種類のワードプレスがあるよっていう話をします。で、この2つのワードプレスって何が違うのかっていう話を2つ目にします。で、3つ目ですね、サーバーの話。ね、まあ、この辺がね、結構ね、大きく変わってくるんですけども、この辺の話して。で、その後に、まあ、テーマやプラグインの違いっていう話ですね。まあ、この辺も簡単にだけしておきます。で、最後に、まあ、どっちのワードプレス実際使ったらいいのかっていうことをですね、まとめとしてやりたいなというふうに思いますので、ではね、早速やっていきたいなというふうに思います。はい、まあ、ワードプレスってですね、2種類あるんですよ。ただ2種類あるんですけども、有名な方は1種類です、ね、でほとんどの人が使ってるのも1種類です。こっちですね、 .org の方。ただこれ .org の方を使ってるっていう認識がある人がほとんどいないので、まあ、こっちはちょっとやりにくくあるんですけども、これそれとプラスアルファ別に .com っていうのがあるよっていう認識が分かりやすいかなというふうに思います。まずですね、基本的なワードプレスってどんなものなのかって話しておきます。それを話した方が早いので、通常のワードプレスっていうのはレンタルサーバー借ります。これレンタルサーバーだと思っておいてください。サーバーの S って書いておきますね。はい、レンタルサーバーを借りて、独自ドメインっていうドメインを取ります。 D って書いておきますね。で、この独自ドメインをサーバーに設定します。はい、で、この独自ドメインに対してワードプレスをインストールします。W で書いておきますね。はい、ワードプレスをインストールする。で、その後に自由にサイトを作ってくださいね、自由にブログを作ってくださいね。ワードプレスっていうのはオープンソースなので何でも自由にできますよ、どうぞ皆さん自由にやってくださいねっていうのが通常のワードプレスの使い方。はい、これが基本なんですよ、ね、なので検索して出てくるワードプレスの使い方っていうのはほとんどここですね。はい、このワードプレス、まあ、.org って今回は言いますけど、通常ね、ワードプレスのことをワードプレス .org なんて言い方したりはしないので、通常のワードプレスはワードプレスって言いますね。はい、ということで、これが通常のワードプレスの使い方。はい、それに対して後から出てきたサービスとしてワードプレス .com っていうのがあるんですよ。これ、はい、これは何なのかっていうと、一言で言うとレンタルサーバーを借りなくてもワードプレスを使うことができるよっていう風にしてくれてるサービス。つまりここのワードプレス .com っていうサイト内でアカウントを作るんですよ。アカウントを作ってサービスを開始すると、このワードプレス .com 内で自分のホームページのスペースを借りてホームページを作ることとかブログを作ることができますよっていうサービス。これがワードプレス .com っていうものになります。はい、なのでこっちはね、通常のワードプレスっていうよりも後からできたもので、まあ、これはこれで、いい点悪い点あるので、その辺の話を今からしていきたいなというふうに思います。ちょっとですね、公式サイトまずね見てみようと思うので、こちらですね、公式サイトね、これがワードプレス .com の公式サイトですね。ワードプレス .com の公式サイト、はい、サイトを始めようっていうところで、ここからねサイトを始めようってやるとアカウントを作ることができて進んでいくことができます。まあ、こんなサイトになってます。こんなサイト、はい、まあ、いろんなものができますよっていうふうに、はい、でこういうふうに簡単にすぐにできますよ、3分でできますよみたいなのが書いてあったりします。はい、こんな感じ、こんな感じね、こんな感じ、こんな感じになってます。はい、でここのワードプレス .com っていうところのサービスになってくるので、プランっていうのがあるんですよね。はい、無料プラン、有料プランそれぞれあるんですけども、まあ、この辺はちょっと後で話します。この辺ね、はい、でこのセキュリティという面もちょっとポイントですね。この辺も後で話したいなというふうに思います。はい、あ、こんな感じですね。はい、それに対してワードプレス .org っていうところですね、これが通常のもともとよく聞くワードプレスって思ってもらったらいいんじゃないですかね。はい、ちょっと日本語にしておきましょうか、分かりやすくするために。はい、でここはですね、ワードプレスを始めるじゃなくてワードプレスを入手っていう風になってますね。はい、よいしょ。でなんかポイントとなる点は、そうですね、まあ、同じようにね、いろんなサイトが作れるよみたいなところですね、この辺でね。
まあ、ここではちょっとはっきり分かんないかもしれないですね。はい、ってなってます。で、通常のワードプレスっていうのはこのサイトをね、意識することってのはほとんどないんですけども、ここからですね、ワードプレス入手、ここからワードプレス入手すると、こうやってね、ワードプレスをダウンロードっていうのが出てくるんですよ。で、これをダウンロードしてレンタルサーバーにアップロードしてくださいね。はい、インストールですね。ワードプレスっていうのをダウンロードして、ワードプレス、レンタルサーバーにインストールしてくださいねと。そしたらワードプレスが使えますよってなってるんですけども、最近この手順をですね、踏まなくてもこのレンタルサーバー側が簡単インストールとか言ってですね、このレンタルサーバー側でこれをポチッと押したら、ここのワードプレスを勝手にインストールしてくれるようなサービスに大体なってるので、このページをね、認識する、意識する必要はね、ほとんどないんじゃないかなというふうに思います。はい、で、意識しながらね、今回はちょっと説明のためにいろいろ出してるんですけど、で、こっち、はい、で、wordpress.com っていうのはどうなってるのかっていうとですね、こっちは自分でレンタルサーバー借りるんじゃなくて、この wordpress.com の中にアカウントを作ってやっていくっていうサービスだっていうふうに言ったので、一番上のここサイトを始めようっていうふうに押すと、はい、アカウントを作ってくださいって出てくるんですよね。はい、そしたらそこから始めることができますよっていうふうになってます。わかりやすく言うとですね、例えば facebook ってアカウント作ってやりますよね。で、インスタグラムっていうのもアカウント作ってやります。で、そういう風な SNS とかと同じ仕組みだと思っておいてください。はい、もしくはですね、ブログで言うとアメブロ始めたいなって思った時にレンタルサーバー借りる人っていないですよね。アメブロのサーバーの中で自分がアカウントを作って始めていくっていうものですよね。はい、で、なので Facebook とかね、インスタグラムとか Twitter とかね、アメーバブログとか、もしかしたらハテナブログっていうのもありますね。ハテナブログ、はい、で、ウェブサイトを作るようなサービスね、これ SNS、 これブログサービスで、ウェブサイト作るようなサービスだとペライチっていうのがあったりとか、あとは WIX っていうのがあったりしますよね。はい、こういうのは全部その人のサービスの中でアカウントを作って進めていくタイプ、これと同じタイプのものがこの wordpress.com っていうものだというふうに思っておいてください。はい、で、これがいい点悪い点あるんですよ、ね、で、まず先ほど言った通常の wordpress っていうのは全部できます、何でもできます、自由にできますって感じです。はい、で、その自由にできる範囲内で、さらに有志の皆様、テーマって言われるテンプレートがあるんですけども、デザインテンプレートを自由にどんどん作って勝手にやってくださいねってなってます。そしてですね、プラグインって言われる拡張機能っていうのがあるんですけども、これも有志の皆様、どんどんプラグイン作って、自由にどんどん作ってやってくださいねっていう風になってるんですよ。はい、ということで、自由度がめちゃくちゃ高い、何でもできるっていう感じですかね。それに対して wordpress.com っていうのは、さっき挙げたですね、 Facebook とかね、アメーバブログとかですね、ペライチとかと同じで、すごく便利に簡単にできるんだけども、制限がありますよということで、ね、全てを自由にはできないです。ある程度のところまではできるけども、全部はできませんよっていう風に大体なってます。ワードプレスでできることがこんだけあるとしたら、この辺の一部のこの辺はできますよって感じ、はい、中核のこの辺はできるけど、それ以上に拡張しようと思った時にできないことがいっぱいありますよっていう風になってます。はい、ただ全部が全部できないのかっていうと、ここから有料プランに切り替えるとこの辺ぐらいまでができるようになったりとか、この辺ぐらいまでができるようになったりとかっていうですね、だんだんできる範囲が広がっていくようにはなってます。はい、ただしですね、全てをやることはできないし、新しいどんどん自由度っていうのはあまりないんじゃないかなっていう感じですかね。はい、じゃあこれデメリットばっかじゃないかってここまでだったら思うと思うんですけども、メリットもあります。この wordpress.com の圧倒的なメリットっていうのが、多分ですね、この辺になってくると思うんですよね。ちょっと下の方に行ってですね、このセキュリティとかね、はい、手軽にできるとかね、まあ、その辺がすごくポイントですね。はい、さっき言ったように、自分でレンタルサーバーにインストールして使うタイプのものっていうのは基本的に全て自由だけど自己責任だよっていうものなんですよ。
はい、だからよくね開発してる人とかですね、あの制作してる人からするとそっちの方が圧倒的にいいんですけども、単純に使う側からするとそこでつまずいちゃって肝心のウェブサイトに進んでいけないとか、そこでつまずいちゃって肝心のブログ作りに進んでいけないということで、あのその手前でね、あの挫折しちゃう人とかも結構ねいたりするんです。でちょっと言葉が難しくなってたりするので、はい、それだしですね、テーマも自由自在に選べるよってなってるんですけども、その代わり、自己責任でお願いねってことでテーマがぐちゃぐちゃで動けなくなっちゃったみたいなこともね結構ありがち、はい、でプラグインも自由自在に何でも使えるよってなってるんですけども、あの危険なプラグインって言い方したら変ですけど、まあ今の時代にそぐわないプラグインだったりとかね、そういうね選別ができてない状態っていう感じですかね、はい、になってます、はい、その代わりこちらwordpress.comではテーマもここまでしか使えませんよっていうものがあったりとか、プラグインもここまでしか使えませんよってなってる、コアのものは使えるんですけども、使えない部分っていうのがね結構あります。その代わりセキュリティ安全、結構安全です、安心ですっていう感じのところがね強いんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、さらにですね、さっきのちらっとこうちょっとプランの話をしてみようと思うんですけども、こうやって見てみると、はい、通常ね使う分にはここ月にね4ドルでできますよっていう風になってます。はいはい、で通常ねそれ以上、ただここですよね、これでね独自ドメインも使えるし、まあ、いろいろ使えるんですけども、この辺例えば広告で収益上げることができないよとか、テーマをね ある程度までしか使えないよとか、動画のアップロードもできないよとか、あとは Google アナリティクスっていう統計情報を見るやつですね、どこのページに何人来てそこからどこのページに流れていったのかとか、そういうのも使うことができないよとかですね、はい、でこれプラグインも自由自在に使うことができないよっていう風になってたりします。はい、でここでじゃあプレミアムプランにね変えるとテーマをちょっと余裕持って使えるよとかですね、はい、統計情報を見ることができるよとか、まあ、さらにビジネスプランとかってなってきてですね、月額25ドルぐらいになってくるとプラグインもどんどん使えるよとかですね、はい、いろいろ使えるようになっていきます。はい、さらにですね、45ドルとかまでになってくるとかなりのことができるようになってくるよということで、さっき言った大きなワードプレスでできることのうち、できる範囲がこうどん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 広がっていくんですよ、こうやってどん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 広がっていく。はい、ただ月額ね45ドルをそれをね高いと思うか安いと思うのかになってくると思うんですが、通常のさっき言った通常のワードプレスね、でしかもこれ年額払いでしょ、月額払いだともっと高いですもんね、はい、単純に月額払いだと結構します、結構しますね、はい、これを年額にするとだいぶ安くなるよっていうふうにはなってるみたいですけどね、はい、すみません話を戻してですね、通常のワードプレスレンタルサーバーにダウンロードするタイプだとレンタルサーバー代が月額500円とか1000円ぐらいかかります。で、ドメイン代っていうのが年額1500円とかかかります。だからまあ月に、そうですね、600円から1200、300円ぐらいでやることができるんじゃないですかね、はい、で何でもかんでもここに書いてあること全部できるって感じじゃないですか。はい、だからできる範囲できない範囲だけで言うと通常のワードプレスの使い方の方がいい。ただそこに自分でできないからせっかくだったらどうせ誰かに頼まなきゃいけないんだったらもうこのワードプレス .com で始めようとかですね、はい、もしくはですねセキュリティ安心を買いたいっていう人ですね、はい、そういう風な場合だとこの辺使ってもまあいいんじゃないかなという風には思います。はい、で最後のちょっとまとめに行こうと思うんですけども、今のところでですねだいぶ違いを言ってきました。まあすごくざっと違いを言うとですね、一つだけね、レンタルサーバーを自分で借りて自分の手元に置いて自由にサービスをやっていくのか、あのワードプレス .com っていうものの中で温かく見守れながらですね、ある程度の制限の中でブログとかねを作っていくのかっていう違いだというふうに思ってもらったらいいと思います。ただ通常ワードプレスっていうと圧倒的にこのワードプレス .com じゃない方ね、こっちダウンロードして使う方を指すので、はい、個人的なおすすめっていうのはこっちですね、はい、基本的にはこっちの使い方をねやってもらえたらいいと思います。で使い方っていうのはもうレンタルサーバーをさっき言ったような X サーバーとかロリポップとかですね、そうですね桜インターネットとかコノハウィングとか
ミックスホストとかカラフルボックスとかその他もろもろいろんなサーバーあるので、そのサーバーの中から自由に選んでもらって、そこでワードプレスの簡単インストールみたいなのは結構ほとんどの場合今もついてるので、そこでインストールして使ってもらえるというのがね、おすすめ方法というかですね、いい方法になるんじゃないかなというふうに思います。まあこのチャンネルでですね、かなりワードプレスの動画っていうのは100本以上もう上げてるんですけども、その中で説明しているものもほとんどね、9割5分9割9分ぐらいですかね、通常のワードプレスの使い方で説明しています。はい、ということで今回ちょっと間違えやすいねポイント、ワードプレスは2種類あるので気をつけろっていうところでですね話をしていきました。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。また概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。